こんにちはウィコン TV です。今日もご覧いただきありがとうございます。この動画では J1 第3節ですね、浦和戦振り返っていきます。それでは早速、試合結果ですが、こちらですね、はい。0対1で敗戦ということになりました。でこの試合ね、まあ、前半は浦和ペース、で後半はね札幌ペースみたいな、まあ、そういう内容だったかなと思います。 で札幌側の失点はねあのトリッキーなセットプレーですね酒井宏樹選手のねあのヘッドですけれども、まあ、あれがなければとは思いますけれども、まあ、この戦力差でねよく1点に抑えたとも言えるかなとも思いますで札幌側もね、まあ、思ったより、まあ、それほどねチャンスは作れなかったですけど、まあ、開幕2試合よりはね良かったんじゃないかなとは思いますねで,では試合の方を振り返っていきます やっぱり、ね、その試合の印象としては、まあ、試合を通じて、ね、なかなか決定機が、ね、作れないということだったかなと思います。で記憶に、ね、強烈に残っている決定機って2つぐらいしかなくてで1つが前半9分の鈴木武蔵選手からのマイナスの折り返しをスパチョーク選手がシュートをちょっと外してしまったとっいうシーンですね。それと あとは後半終了間際の,あのコーナーキックから岡村選手馬場選手を経由してでヒロム選手がシュート外してしまったというこの2つぐらいだったかなと思いますね。でダゾーンの、ね、最後スタッツが出ましたけどそこでねシュート12本っていうふうに出てたんですけどそんなに打ったかなっていう、まあ、そういう印象でした。で試合全体って としてまあ、よく見たシーンとしては、まあ、ボールを、ね、持ってから考えるシーンだったり、まあ、それで、ね、攻め手がなくなってしまってちょっと詰まってしまうみたいなことも、まあ、多々ありましたしでダイレクトプレーが少ないっていうのもね何というかちょっと大きな、ね、サイドチェンジもなくてあの浅野選手が、ね、遠くでちょっと孤立しているみたいなシーンも目立ったような気がしますね。 まあこれは、ね、あの相手の守備が良、ね、かったとっいうのもまあ,あると思うんですけど、まあ、札幌側もね綺麗に行こうとしているから、まあ、相手も守りやすいんじゃないかなとそういうシーンも、ね、目立ったなというふうには思いますね。まあ、なので、ねまあ、ミドルを打ってもいいし、まあ、そういうこぼれ球を狙って押し込むみたいな、ね、泥臭さみたいなところも、ね、あってもいいんじゃないかなとは思います。 まあそれでもねあの良かったシーンもねあったと思うんでその点見ていきますで特にあの3枚替えの後ですね71分から3枚替えありましたけどそこからのね流れがすごく良かったなと思いますねでこの3枚買いが長谷川原田中克之,之の3人でしたけれどもここからねめちゃくちゃボールがよく回るように、えー、なり始めたと思います やっぱり、ね、この3人の中でも、ね、あの特に田中克之選手ですね、もう彼は本当す、ね、すごいの一言ですねで。パススピードは、ね、すごく速いですし、まあ、視野が、ね、すごく広くてズバズバとこう縦パスを入れるっていうのは、まあ、この試合でも見られましたしそれでいうともう1試合目、2試合目、3試合目になって でその3試合でね連続して良いプレーが続出してるんでそろそろねスタメンで見たいなっていう方もね多いんじゃないかなと思いますね。であとねこの交代で目立ったのがね,小前,選手がねこの前半はね結構守備に追われた部分もあったんで、まあ、なかなかね前に出ていけないっていうことがあったと思うんですけど、まあ、後半はねこのボールに を多くまあタッチするっていうところがすごく増えて、まあ、リズムがね出てきたなというふうに思います。で小前選手がボールを持つと何かやってくれそうみたいなねそういう何ていうかワクワク感というか期待感があったなと思いますね。でそれからですね選手交代といえば田中広文選手ですね今季初出場になりました。 で後半の77分からですねプレーをしましたけどすごくね良かったんじゃないかなと思いますねで田中広務選手といえばね、まあ、ドリブルが強みですけどそのドリブルでねチャンスになったシーンもありましたし本当ねなんというか適性がすごくウイングバックの適性っていうのは田中広務選手にすごく感じる部分です、まあ、なのでねその田中博文選手ウィングバック で、浅野選手をシャドウに持っていくということの組み合わせでもねもう全然可能性あると思うんですけどねどうですかねで、このチャンネルでもね何回か言ってきてますけど、まあ、浅野選手はねやっぱりシャドウで見たいので、まあ、シャドウ、朝野でウイングバック田中宏文っていうこの組み合わせをねあの試してみてもいいんじゃないかなと思いますね。 それからこの試合のトピックとしては淡川選手ですねカ選手がスタメンで起用されましたでそもそもね菅野選手がなんか指にひびが入っていて欠場ということになってしまって、まあ、出番が回ってきたということですね、まあ、菅野選手もねその状態で2試合やったってことなんでね、まあ、それもねすごい執念だと思いますけれどもね。 粟花選手ね何気に J1 では初出場ということで、まあ、彼もねなかなかいろんなチームで苦労してきて J3J2J1JFL っていう、まあ、いろんなカテゴリーでねプレーをしてきたという選手になりますで特にね一昨年ですねあの鈴鹿で人体帯断裂っていうねすごい大怪我もしてて、まあ、そこからね復帰してきたという、まあ、本当にね苦労した選手ですね でアカ選手ねあのユース出身ということで、まあ、なのでそのユースから見ている方っていうのはね本当に感慨深かったんじゃないかなと思いますで今回のプレーですけれどもすごくね落ち着いててよかったなっていうふうに思いましたでそこまで前に出てビルドアップに参加するっていうことはあまりなかったし、まあ、セーフティーなねプレーが多かったとは思うんですけど初めはねそれで良いんじゃないかなと思います でクロスに、ね、飛び込む判断とかも良かったと思いますし、まあ、すごく、ね、安定していたんじゃないかなと思いましたでコンサートのねー、まあのゴールキーパーは菅野選手、高木選手がメインで使われてますけど、まあ、彼らにはない、ね、そのサイズ感というのもありますし淡、まあ、川選手にしかできないっていう、ねまあ、プレーみたいなものもあると思うので今後にも、ね、期待していいんじゃないかなと思いました。まあ、今日の試合 ればね、まあしばらくスタメンでいきそうな、まあ、雰囲気はね、ありますね。でそれからこの試合でね、良かったところとしては、あの守備陣のね、安定感っていうのはね、すごくあったなというところですね。で、浦和の方はね、特に前半は前田選手、高竹選手のね、組み合わせがめちゃくちゃ怖かったですし、まあ、その二人がね、下がったとしても、 出てきたのがね、チェアゴ・サンタナ選手だったり、松尾選手だったりっていうことですごくね、強烈な選手層なんですけれども、まあ、よくね、まあ、1点で抑えたなというふうに思います。で、そのね、1点も、まあ、あのトリックプレーだったんで、本、ま、当、あ、ね、守備陣を攻めるっていうのはね、ちょっと濃くかなというふうに思いますね。で、最終ラインね、岡村選手、めちゃくちゃ安定してましたし、まあ、コーロキ・サンタナ、 この2人をねよく潰していたなというふうに思いますですごくね体強くてねもう何が何でもマイボールにするっていうプレーをね見せてくれたんじゃないかなと思いますねでそれから左は菅選手でしたけれども、まあ、中村選手がね不在で、まあ、急遽というか菅選手の起用になりましたけど、まあ、そこをねしっかり埋めてくれたと思います やっぱりね攻撃回数は減りましたけど、まあ、それでもねいいタイミングのオーバーラップとかもあって、まあ、なかなかね安定感あったんじゃないでしょうかね。それから右がね馬場選手ですけれども本当ね体力が無尽蔵でもう何回上下動するんだっていうねそういうプレースタイルでしたかね。 でちょっとね、ボール持ちすぎ問題っていうのは、まあ、ちょっと感じましたけれども、まあ、それでもね、馬場選手がいなかったら攻撃が成り立たなかったなって部分もありますし、まあ、守備でもね、あの決定的な部分を防いだって部分もあったんで、まあ、そこら辺ではね、本当に欠かせない選手になっているなっていうふうに思います。で最後にもう一個ですね、この試合で気になったところですけど、あの芝の状態ですね。 で芝の色がねめちゃくちゃ悪くてなんかこう緑ではなくて黄土色っていうんですかねちょっと色が悪かったですね。でグラウンドのねいろんなところでよくめくれていましたしあれだとねその足の踏ん張りがねあんまり効かないんじゃないかなというふうには感じました。で浦和の選手もね こう足つってましたしあれのせいでね疲れがすごく溜まってしまうってうところはねあったんじゃないかなと思いますでやっぱりね冬で雪がまだたくさんある状態で芝の育成っていうのはねすごく難しいんじゃないかなと思いました でなんかね、海外ではなんか室内で芝,を芝にこう光を当てて育てるみたいな、まあ、そういうシステムを、ね、見,見かけたことありますけど、まあ、それは、ね、やっぱりお金かかりそうですし、まあ、そうなると、ね、その J リーグがねあの明秋春制っていうことが今議論されてますけど芝を、ね、どうするかっていう問題は、ね、結構ここ大きな課題になるんじゃないかなというふうに感じました。 以上浦和戦の振り返り返でしたでこの試合ね、まあ、今までの2試合よりは、まあ、悪くないというか良かったとは思いますけれども、まあ、なかなかね厳しい試合が続いてるなという印象はありますね。でね、まあ、とにかくね、まあ、ゴールがね見たいですね。で今3試合やって無得点なのは札幌と名古屋だけということで、まあね、まずはとにかくゴールを見せてほしいというふうに思います。 で次節ですね、第4節は今ね、何かと旋風を巻き起こしてるね、えー、っと今2位ですね、2位の町田との対戦になりますえ。というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルではこんな感じで、コンサドーレについての話題をお届けしています。ちょっとでも共感できたという部分があれば、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼します。 また次の動画でお会いしましょう。それでは。